長岡志郎様よりご挨拶させていただきます。長岡さん、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。王子一丁目町会の長岡でございます。本日は早朝より王子神社御堂におります。三浦修行寺に王子様ご参加を賜り誠にありがとうございます。暑い中ではございますが、王子神社氏神様にご安心をいただきましょう。それぞれの方に託されました町内の神輿を一生懸命魂を込めて最後まで担ぎ切っていただきたいと思います。本日ご立派になられます各町会の神輿供養は楽しく無事に盛大に行われますことをご敬意申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日どうもありがとうございます。王子一丁目町会総番町会会長長岡志郎でした。ありがとうございました。続きまして王子神社八木宮司様より全員のお祓いをさせていただきたいと思います。八木宮司様、よろしくお願いいたします。本日、神社御祭り、御神社御祭り、
誠にありがとうございます。本日お迎えは十七町の町会の皆さん、誠に喜ばしいことでございます。さらに江戸商業記念会、笹林、狐林、協力団体も参加していただきまして、手に腹を据えていただきました。それによりまして、この王子の力、今日ご参集の方々の皆様を記念して、さらに王子神社の皆様のともに、そして町々にそれは届くところに、そして皆さんとの協力の中で、無事で成功していただければと思います。本日は誠におめでとうございます。どうぞよろしく。栗林会長、どうもありがとうございました。それでは参加町会のご紹介をさせていただきます。